ロスアレルセス国立公園はアルゼンチン、パタゴニア地方の中部州のアンデス山脈内に位置する国立公園である。公園はマプチ族からラウアンと呼ばれるパタゴニアヒバの森林とその他のパタゴニアアンデスの植物種を保護することを目的として1937年に設立された。2017年にはユネスコの世界遺産に登録されている。 公園の西側の境界は地理との国境と一致している。公園内に連なって存在する氷河が、モレーンカール、澄んだ湖などのこの地域における特徴的な景観を作り出している。植生は温帯林の深い森が支配的であるものの、岩場の多いアンデス山脈の高地では草地にとって変わられている。公園内における非常に独特で象徴的な存在は、 パタゴニアヒバの森林である。世界的に絶滅の危機に瀕しているパタゴニアヒバは世界で2番目に長い寿命を持つ樹種である。公園内のパタゴニアヒバの森林は非常に優れた保存状態にある。この特性はほとんど手付け数の状態で残る最後の地域の一つとなっているパタゴニアの森林地帯の保護にとって極めて重要であり、 動植物の固有種及び絶滅危惧種の集団にとって貴重な生息地となっている。メネンデス湖の湖畔付近にある樹齢2600年のパタゴニアヒバの木。公園内にはアルゼンチンで最大のパタゴニアヒバの森林がある。パタゴニアヒバは外観がアメリカ合衆国のセコーヤの木とよく比較され非常に大きな樹木へと成長する。また、 世界で最も長く生きる樹種の一つであり、チリの一部の木では樹齢が3600年に達しているものがある。パタゴニアヒバはヒノキ科に属し、非常にゆっくりと成長する。植生はチリとアルゼンチンの狭い範囲に限定されており、木材利用のための伐採により生息の危機にさらされている。公園内で最もよく知られているボートで訪れることが可能な。 多くの観光客が訪れる森林が、メネンデスコの北端にあるプエルトサグラリオと呼ばれる、ボートの不当付近にある。そこにはアルゼンチンで知られている最大のパタゴニアヒバの木があり、木の高さは57メートル、直径は2.2メートルに達し、樹齢は2600年に及ぶ。一般的なツアーではこの木がある森を訪れることになる。メネンデスコの南西部には、 さらに高く大きいパタゴニアヒバの木が存在すると考えられているが、その地域への立ち入りは制限されている。公園内の原生林は7407ヘクタールの面積を持ち、メネンデス湖の腕状に二手に分かれている一帯と、アムトゥイキメイ湖の上流域、およびこれらの湖に注ぎ込む河川に沿って広がっている。フタラウフ県湖。湖畔の東側を走るハイウェイより、 国立公園へのアクセスが可能である。公園はチリとの国境に沿って南北に約6 5トル東西に約4 5トルの大胸長方形の形をしている。公園はすべてフタレウフ川が流れ出る流域にあるが、流域は場所によっていくつかの異なる名称で呼ばれている。公園の流域は荒い流れの短い川で区切られた一連の湖によって特徴づけられ、 リバダビア湖が、樹頭なぎとなっている。湖の最初の湖となっている。リバダビア湖から流れ出る川は、リバダビア川と呼ばれ、リバダビア湖より、はるかに小さなベルデ湖へ注ぐ。ベルデ湖から流れ出る川は、アラジャネス川と呼ばれ、メネンデス湖からの流出河川と合流した後、フタラウフ県湖へと注ぐ。フタラウフ県湖より下流では、クルーガー湖と人工湖であるアムトゥイキメー湖へ流れる。 フレイ川がある。最終的に、フタレウフ川として知られる川が、アムトゥイキメイコのダムから流出し、この川が、国立公園の南部の境界となっている。また、公園内の山や谷の周囲には小さな湖や、河川が点在している。ロスアレルセス国立公園の最高地点は、標高に1 4 4 0メートルのコルドンデラス、ピラミデスである。公園の最低地点は、 約330メートルで、この地点でフタレウフ川が国境を越えチリへと流れていく。メネンデスコとトレシジャス氷河、ベルデコの吊り橋、ロスアレルセス国立公園の標高の低い地域のほとんどは、ケッペンの気候区分における西岸海洋性気候に属している。太平洋からの湿気を含んだ雲がチリとアルゼンチンの国境地帯のアンデス山脈に遮られ、 年間で最大3000ミリメートルの降水量をもたらしている。ほとんどの場合、低地では雨、高地では雪となっている。アンデスの山頂から東にかけては雨影となるため、降水量は急速に減少し、公園の東端では約800ミリメートルにまで低下する。はっきりとした寒気はなく、南半球の冬にあたる7月から8月にかけて、 最も降水量が増加する。公園内の気温は寒冷な気温から中程度の気温の範囲にある。氷結現象は1年のどの月でも発生する可能性がある。最も暖かい月は1月で平均気温は標高の低い場所で最高摂氏24度、最低で摂氏8度となる。最も寒い月である7月の平均気温は最高で摂氏7度、最低で 摂氏マイナス一度となる。平均気温は標高が上がるとともに低下する。森林限界は標高線4 0 0メートル付近にあり、これより上部では裸がいは、高級的、または反高級的な雪原、メネンデス湖の腕状の領域の間にあるトレシジャス氷河などが存在する。公園の西側では、アンデスの高地のふもとに、降水量が多い一帯とバルディビアン温帯雨林が、 存在する。公園の残りの多くは、ラニン国立公園や、ナウエル・アピ国立公園と似た植生を持つ、パタゴニアの森林で、ドンベイ南ブナや、レンガの植生が見られる。太ももかのルマ・アピキアラ・タノキは、アラジャネス川沿いに見ることができる。チュブ州のプエルト・マドリンの産業地帯に電力を供給する水力発電ダムが、チリへと流れるフタレウフ川をせき止め、 アムトゥイキ名港を形成している。公園内では釣りやハイキングなどが可能で、湖ではボートツアーがある。トレシジャス氷河はメネンデス湖の遊覧船から眺めることができる。ロスアレルセス国立公園は2017年7月にポーランドのクラクフで開催された第41回世界遺産委員会において世界遺産に登録された。 世界遺産としてのロスアレルセス国立公園の領域は188,379ヘクタールの公式に制定されている国立公園の領域に加え国立公園に隣接するロスアレルセス国立保護区及びチリとの国境部分を除く国立公園と国立保護区の周囲幅 10km の範囲が干渉地帯として追加されているこの世界遺産は 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。